はい、こんにちは。整体院テーマ法の谷内です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をお話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日の話なんですけどもね、ちょっとテンション上がっちゃってですね、ちょっと噛んじゃいましたけども、解剖学の話なんですね。よくですね、結構質問でもその解剖のね、なんかこの、まあこういうやつですよね、こういうのとか、なんかそういうアプリとか何使ってるんですかとか、ないんですかっていう質問がちょこちょこ来ててね、コメントでも書いてくださってる方おられたと思うんですけども、それがね、今すごい安く手に入るっていうので、ちょっとそれを紹介させていただきたいなと思います。はい、で、値段を言う前になんですけど、まあ、何を使ってるんですかっていうと、ビジブルボディって言って、どれ出したらいいんかな、どれ出そうかな、こういうやつですね。はい、ちょっと待ってくださいよ、カバーがこんな感じで、これは iPhone ですけども、はい、こうやって、ほら、こうやってこんな感じでやった、こう側頭筋とかね、これもう何回喋ったかわからん、この抗菌とかね。で、これがこう向きが変えれるんですね。で、この大きさもこうやると拡大できたりしますね。こうやって。こういう感じで。はい。で、3D なんで、いろんな角度からも見れると。これいろんな角度から見れると。こういうのがあるんですよ。はい。で、これ何がすごいかっていうと、普通にね、解剖学の本とかってめっちゃ高いんですよ。例えばですけどね、この、まあ、プロメテウスとかね、まあ、僕は学生頃とからよく読んでましたけども、これプロメテウスとかだったら、これいくらだと思いますか、ね、医療従事者の方はね、看護師さんとか分かるかもしれないですけど、一般の方ってね、こういうのがどれぐらいするか分かんないと思うんですけど、これね、1万2000円するんですよ。1万2000円、はい、こんな感じでね、はい、見えましたでしょうか。ぼやけてたらすいません。はい、結構高いんですよね。しかもこんな重たいもん持ち歩けないじゃないですか、普通。でも、こういうアプリだったら、今の世の中は便利です。もうこのスマートフォンの中に、すっきりと入って、ね、しかも筋肉だけじゃないんですよ。例えばこう、脳とかね、ほら、ちょっとピンと合うかな。はい、これ脳とかこういう神経系ですよね。神経系も見れるし、あとは呼吸器系もありますよね。呼吸器もあるし、これ消化器もありますね。消化器、はい、こうやってやったらね、小腸ですよとかやって、これ出てますよね。あ、これ小腸とは出てないか。はい、あ、これの、ほら、これ今、青いところが盲腸ですよって出てますね。ちょっとピントがあれですけども、はい。こんな感じで、あらゆるね、解剖の期間っていうのを、このコンパクトに収めてくれてるんですよ。で、これが、で、本題なんですけども、まあ、これ、ビジブルボディって言って、アプリなんですけど、通常ですね、これが3000円なんですよ。3000円で買うことができます。はい。Apple さん、iPhone なんで、iTunes ストアかですけども、3000円なんですけど、これがビッグニュースでですね、でして、はい、ちょっと噛みましたけども、これ今めちゃめちゃ安くなってるんですよ。で、どれぐらい安くなってるかっていうと、はい、そのね、セール期間がいつまでかわかんないんですけど、これ見えますかね、ここ。こいつです、これ120円ですよ、これ120円。はい、驚きですよね。何パーオフやねんって言ったら 96% オフらしいですけど、はい、今ちょっとアンドロイドさんわかんないですけども、iPhone、iPad の方は120円でこのビジブルボディ、アトラスっていうのが、買うことができます。はい、
120円っていうとね、缶ジュースじゃないですか。はい、すごい安いですよね。それで、この機能がですね、あの、さっきのこれが手に入りますんで、で、これセール期間がいつ終わるか分かんないんですよ。はっきりと書いてなくて、今、あの、iTunes の、有料アプリの1位に来てるらしいです。はい。もし、なんで、そこから見てもらうか、もしくは、検索窓でね、検索窓で、ビジブルボディ、もしくはアトラスっていう風に、入れてもらったら、さっきの見せた、あの、なんですか、ロゴというか、あの、表紙が出てくるんで、そこから購入していただいたらなと思います。一回買っとけばですね、一生使えるはずなんで、はい。120円でね、もう解剖のやつ見放題ってなってますんで、ぜひ、あの、ちょっとね、意識レベルの高い方、まあ、仕事でね、そういうのされてる方とか、ね、これご覧の方でおられましたら、あの、ぜひ購入することをお勧めします。はい。めちゃめちゃこれ、得だと思います。絶対損ないと思います。はい、僕も愛用してますんで、ぜひ買ってみてください。はい、今日はですね、セールやってますよっていう話でした。ちょっとね、あの、テンション上がりすぎて、グダグダになったかもしれないですけど、まあ、とにかくお得だってことでね、買ってください。はい、本日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録まだの方はこの辺のボタンを押していただいて、また質問等ありましたら、コメント欄もしくは下の、アンケートフォームから、書いて、送ってください。それでは失礼します。はい。